スティーブン・コールドウェルは、スコットランド・スターリング出身の元サッカー選手。元スコットランド代表。ポジションはディフェンダー。スコットランド出身ながらも、ニューカッスル・ユナイテッド・ FC、ブラックプール・ FC、ブラッドフォード・シティ・ AFC、リーズ・ユナイテッド・ AFC、サンダーランド・ AFC、バーンディ・ FC、ウィガン・アスレティック・ FC、バーミンガム・シティ・ FC といった、イングランドのリーグにおいて、 トップから3部までのクラブでプレーし、また300試合以上に出場した。スコットランド代表としては2001年から2011年までの10年間で12試合に出場。元スコットランド代表 DF でサッカー監督のガリーは弟。ニューカッスルスコットランドのスターリングにて生まれ、弟のガリーと共にプレミアリーグのニューカッスルユナイテッド FC でキャリアを始めた。 2004年までに28試合に出場し、リーグカップのブラッドフォードシティ AFC 戦、リーグのウエストハムユナイテッド FC 戦で得点した。また、在籍中には、様々なクラブに駅限付き移籍に出されており、最初のブラックプール FC 時代において、フットボールリーグトロフィーのストークシティ FC 戦と、ブラッドフォードシティ戦で得点し、ストークシティ戦が、プロキャリア初得点だった。 ブラッドフォードシティへの2度の期限付き移籍を経て2004年にマイケルブリッジスとの入れ替わりの形で加入したリーズユナイテッド AFC ではブラックバーンローバーアッツ FC 戦において先制点を挙げて勝利に貢献するなど降格の危機にあえぐチームを救うために奮闘したものの最終的にチャンピオンシップへの降格を経験したサンダーランドリーズユナイテッドへの期限付き 期間終了に伴い、保有元のニューカッスルに復帰した後、2004年6月7日にサンダーランド AFC に移籍した。ニューカッスルからライバル関係にあるサンダーランドへ移籍した選手としては、1997年のリー・クラーク以来となった。サンダーランドでは、ギャリー・ブリーンと強固な守備を形成し、2005年4月23日のレスターシティ FC 戦で決勝点を挙げ、 プレミアリーグ復帰に貢献した。しかし、その後は、負傷に悩まされた影響から徐々に出場機会を失っていき、特にロイキーン監督のもとでは、シーズンの半分も起用されず、放出要因となり、サンダーランドは、同じチャンピオンシップのバーンディー FC とコベントリーシティ、FC からのオファーを受け入れた。バーアンディー2007年1月の移籍期限が終了する。 わずか9分前に遺跡金40万ポンドで、バーンディー FC と3年契約を締結する。加入からほどなくして首相に就任し、妥協しないタックルはファンから人気を集めたコールドウェルは、2008から09シーズンにおいて公式戦57試合に出場して、チームの守備を支え、プレミアリーグ昇格に大きく貢献しており、2009年5月に、シェフィールドユナイテッド FC を破って、 プレーオフを制して昇格が決定した際には、キャリア最高の瞬間と語った。なお、2008年9月の本拠地での、プレストンノースエンド FC 戦、2009年3月の敵地のプリマスアーガイル FC 戦のリーグ戦2試合で、得点を挙げている。プレミアリーグ昇格を果たした2009から10シーズンは、負傷に苦戦して、シーズンを終了すると、2009年5月11日に、 契約満了によって100試合以上出場したバーンリーから退団することになった。ウィガン2010年8月23日にウィガンアスレティック FC と1年契約を締結。弟のガリーと久しぶりに再会し、1980年代のウォーレンとウェインのアスピノール兄弟以来のウィガンでプレーする兄弟となった。翌24日にリーグカップ2回戦のハートリプール。 ユナイテッド FC 戦において90分フル出場で公式戦初出場2010年10月16日に敵地戦とジェームズパークで行われたフルスニューカッスル戦でリーグ初出場を飾る2010から11シーズン終了に伴い契約満了で退団したバーミンガム戦とアンドルーズスタジアムで練習するコールドウェル2011年7月7日 チャンピオンシップに降格したバーミンガムシティ FC と2年契約を締結する。2011から12シーズン開幕戦のダービーカウンティ FC 戦で初出場。8月14日にリーグカップのバーネット FC 戦で初得点を記録。クラブ史上50年ぶりの欧州カップ戦である UEFA ヨーロッパリーグ2011から12プレイオフの CD ナシオナルトの 第一戦において、頭でシュートを放つもポストに惹かれた。バーミンガム加入してからは、カーティス・デイビスとのコンビでチームを支えていたが、2012から13、シーズン最後の2ヶ月間を主に左サイドバックを務めていたポール・ロビンソンに定位置を明け渡し、シーズンを終了した。さらに、シーズン終了後に若返りを図る方針により、 一年の契約延長オプションが行使されないことが判明した。トロント2012の13シーズン終了後、バーミンガムとの契約期間満了まで残り、数週間となった2013年5月7日に、メジャーリーグサッカーのトロント FC へ期限付き遺跡に出される。5月18日のコロンバスクルー戦において、先発で初出場を飾ったコールドウェルはデビュー戦を落とし、 ひどく失望したとものとなったが、フォーバックの一角として失点数の減少に貢献したことが評価され、バーミンガムとの契約満了後の2013年7月2日に2年半契約で完全移籍を果たすと、守備だけでなく、7月3日のモントリオールインパクトとの重要な一戦で初得点を挙げ、活躍を見せた。トロント加入以来、中心選手として、 チームを牽引する姿勢によって、7月13日に、首相のダレン・オディが遺跡以降は首相を引き継いでおり、12月には、クラブのニュースサイトウェイキング・ザ・レッドの読者投票に、加え、サポーターズグループレッド・パッチ・ボーイズから2013年度の最優秀選手に選出された。スコットランド代表としては、2001年4月25日に、ズジスワ・フクシシコビアック・スタジアムでのポーランド戦で、 初出場を飾って以来2011年2月のネーションズカップでの北アイルランド戦までの12試合に出場し2003年2月12日のハムデンパークでのアイルランド共和国戦が本拠地でのデビュー戦だった 2006FIFA ワールドカップヨーロッパ予選ではキシナウのジンブルスタジアムで行われたモルドバ戦ツェリエのアレーナペトロールで行われた スロベニア戦の2試合に出場。2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選はノルウェー戦での1試合のみだった。出展、出展、サンダーランド AFC。ありがとうございます。